皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。冬は寒いのでこれを買ってください。クシタニのミッドインナートップスとミッドインナーボトムス、防風のストレッチ素材で糖質の性能があります。つまり外からの風は通しません、ブロックしてくれます。自分がもしも暑くなって汗をかいたならば、体の蒸れ気というのは外に排出することができるので快適に着続けることができます。冬になるとよくですね、いろんな量販店に行って1000円2000円ぐらいもするかしないかぐらいのタイツをですね、上下買って着て、それでツーリング行ったりしますよね。それも確かにあったかいんですけども、もっとエクストリームな環境で我々スポーツをしているんですね。性能でいうと全く足りないです。あれは走行風を浴びない普通の、徒歩ぐらいのスピードの範囲内の話ですね。それでも突風がバーンって吹くと寒いですよね。だけど僕ら時速30キロ、60キロ、100キロ、100キロ以上のところ、高速道でも140キロ走っていい場所があったりしますよね。そういった場所を走るために設計されてるわけじゃないので、本当に家の中とか会社をただ単に電車で行ったり来たりして突風が吹かない環境下のなのであればちょうどいいものかもしれないんですけども、バイクではスポーツの上では全然物が足りないです。あと肌の水分を奪ってしまうので、肌がカサカサして痒くなっちゃうとか、合わない人も世の中にはいます。そんな時にどういったものが適切なのかというと、もう一回言います。冬は寒いのでクシタニのミッドインナートップスとミッドインナーボトムスを買ってください。これの優秀なポイント、ボディのこのフロントパネル正面については防風生地がこれ全部使われています。優秀なのがくるっと裏側回した時のこの背骨に沿った縦の黒いラインの部分です。このグレーのところと黒い部分、分かりやすく今回このカラーにしたんですけども、黒いこの縦の部分というのはよりストレッチが効いた別のタイプの生地が使われています。生地の切り返しを行っているんですね。そのおかげで体をこうやって大きく動かすことができるので非常に優れているわけです。でこの生地を切り返すという構造がなおさらことさら優秀になってくるのが下半身パンツの方になってきます。一応ですね、こんな感じなスラブ調の柄が入ってます。ただこの格好は人に見られるものじゃないので、この柄はあってもなくてもどっちもいいかなと正直私は思います。でこの股の部分、ここに切り返しのラインが入ってますよね。こういうまあ立体的な裁断を取っていて、人体っていろんなこう複雑な動きをするわけですよ。それができるようになっていて、かつですね、ここ膝の後ろが最も僕いいなと思った部分なんですね。膝って僕らバイクのような基本的に直角とか、もっとなんなら曲げた状態でバイクに乗ることになります。そうするとここの裏側の生地というのが余っちゃうと関節に食い込んで、こういうのがもうだんだん疲れてくるし、血止まるし、ここマスクないで汗かくとここ蒸れて痒くなって汗もかできたりするんですよ。それが気持ち悪いんですね。そうならないように膝の裏側もさっきの背骨の縦の黒いのと同じ、より薄手でストレッチする生地になっています。かつかつここアキレス腱まで足首周りですね、もう同じ生地になってます。つまり体をより大きく動かすところ、折り曲げた部分というのも気を利かせてもらって、この生地が使われているわけです。ということで冬は寒いのでクシタニのミッドインナートップスとミッドインナーボトムスをとりあえず買ってください。それを着て楽しいバイクライフをお過ごしください。